こう超贅沢丼や。こんにちは、道場です。はい、ということで今日も大分の道を流しながらいろいろなお店を紹介していきたいと思います。さて今日はですね、包陽丸というところに行ってみたいと思います。包陽丸さんはですね、シラスで有名なんですよ。生シラスとかで有名なんでね、ちょっと常々気になってたんですけどね、微妙に時間とこうタイミングというのがね、合わなくて結構スルーすることが多かったんですけど、今日なんか空いてるかな、ちょっと心配ですね。まあ空いてなかったらちょっとなんか考えようかなというふうに思ってます。なんかやっぱでも海鮮丼食べたいですね。で今タンガの砲台園地、タンガ砲台園地、いや砲台跡地って結構こう高台にあってもう眺めがいいだけみたいなね、なんかそんなところが多いんですけれども、ここね結構ね施設がねちゃんとしてて、で上に行くのにケーブルカーとか使ったりしてね、面白かったです。気になる方はぜひそちらもチェックしてみてください。さてでは包陽丸さんに移動しますかね。お、上り立ってる、大丈夫かな、大丈夫そうかな。ここなんですけどね、はい、包陽丸、はい、では到着、行ってみましょう。シラス料理の包陽丸、ま、駐車場は正直広くないですね。ペイペイドーム 0.5 個分ぐらいでございます。なるほどね、町席。お、ここがテラス席か、ここで食べられるのか。うん、いいね。丼、生しらす丼、釜揚げしらす丼、生釜ハーフ丼にしよう。単品しらすコロッケ、かき揚げ、いいな。バニラソフトもある、ブリカマバーベキューセット、へえ、いいね。うまそう、生しらす、釜揚げしらす、お、ご飯、このご飯うまそう、めんつゆ、醤油、どっとちゅんよ、スプーンまでつけてくれます。いただきます。さてさて、やっぱこれだろ、これ、こう、うわ、やべ、いただきます。うまっ、柔らか。じゃあ次はこっち、めっちゃ多いな。釜揚げ、おかかとネギもうまっ、エビいってみよう、あ、これうまい、よし、どんどん行こう。めんつゆ、やべ、めんつゆやべ、めんつゆの使い方間違えてる。こっちにもかける、多すぎる、このままいただくか、とろっとろ、超贅沢丼や、これやべえな、贅沢すぎた、とろっとろ、甘っ、
ごちそうさまでした。美味しかった、うん、このゴミ箱があるのありがたし。ごちそうさまでした。美味しかったです。どうもありがとうございました。うい、満足。よし、じゃあ道の駅弥生に行ってお土産でも買って帰りますかね。お、あったあった、道の駅弥生ですね。うっせーつ、じゅーい。はい、では到着、行ってみましょう。今日は行きませんがね、あの盤上魚館結構面白いんですよ、ね、こういう遊具もちょっとあるしね、結構子連れでも楽しい感じですね。はい、盤上焼き、回転焼きですね。クリームでございます、うん、甘いの食べたかった。あと栗ジャムですね。佐伯市梅さんを炙りしようということで、この辺は海っぺたですが、佐伯はですね梅という山も結構有名なんですよね。そこ栗が有名なんで、そのジャムですね。よし、ガロ。はい、ということでいかがだったでしょうか。いや、法要丸さんのしらす丼超美味しかった。いや、なんか久しぶりしらす丼食べましたね。で、僕生しらす食べるの初めてかもしれないですね。いや、トロトロで美味しかったですね。生しらす、あの魚の、生の魚の甘みというかね、身の甘みというかね、そういうのがこう口いっぱいに広がって美味しかったですね。で、またね、新鮮だからでしょうね、あの釜揚げしらすもふわふわでね、美味しかったですね。で、またあの量ですよ、ご飯1に対してあの冗談抜きでしらす2ぐらいありましたからね。いや、贅沢な丼でしたね。気になる方はぜひチェックしてみてください。いや、正直ね、あのハーフ丼食べちゃったらあんまりこうリベンジっていう感じでもないんですけど、あの単純にもう一回食べたいのでね、また来ようかなと思います。はい、ということで本日の動画を締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。いや、何回かね、あそこね、空振ったんですよね。あの僕結構朝早めにこうツーリングに行くんで、12時っていう開店時間がね、ちょっと僕にとってはタイミングが合わないんですよね。いや、でも食べられてよかった。まあでも行く前にはね、インスタチェックするか電話するかしてね、あの空いてるかどうか確認した方がいいかもしれないですね。で、地味にあのエビが美味しかった。エビがプリプリでね、美味しかったですよ。また食べたいですね。